はい、一人でできるものの中の人です、ね、お久しぶりですね。こうやって一人で動画撮るのもね。今ですね、長崎県は、出島博というですね、フェスですかねに来てます。でエクスプロージョンと一緒に出演なんですけど、エクスプロージョンはね、今その会場でねすごく美味しい出店がたくさんあるんですけど、それの、地元テレビの、中継をねやってまして、で僕はって言ったらね、あ、できるものさんはステージだけでっていうことでね、非常に、暇ということでね、朝7時半に、あれだったんですけど集合したんですけどね、1時くらいに1回駅前で踊るのかな。でそれまで僕はその中継とか何もないんで、ただ一人でテントで暇してたんですね。なのでこうやって久々に回しているということですね。何から話しますかね。は、今年ももう5月入ってツアーが近くなってきましたね。今年もツアーやりますからね。詳細はまだ出せないのかな。公式の方のチャンネルで詳細が出たらそちらを確認してくださいということなんですけれども、今日はですね、エクスプロージョンと何をやるかというと、そのいつも営業でやってるようなセットとですね、こんなものを買ってきました。ドンキホーテなんですけどね、はいね、こちらとカツラですね、と靴下ですねを買いまして、今日はねこれで踊ろうかなと思ってるんですけれども、それプラスこれですね、バリカン。何をするかというとですね、堤防ですね、このね、助走するにあたりですね、さすがにすね毛がボーボーだとリアル感がなくなってしまいますのでね、ということでやることないから堤防の瞬間を見せましょうかここ外だからいいよね、いいですよね。僕の毛はあれです、多分きっと溶けて養分になって綺麗な花が咲くことでしょう。はい、ということでこれあれか、一回あれしちゃうとあれなのかなインカメにしちゃうと外髪も戻せないのかな。これどうやってつけるんだっけ、スイッチのオンの仕方充電切れとるやないかいっていうことですね。せっかくね、この見てください、この見えるかな、たくましいすね毛をね、これをね行くところを見せたかったんですけどね、まさかの充電切れということで、どうしよう、本当どうしよう、ここ電源取れんのかな、電源取れたとしてもみんなの電源取れるところで停電するのは恥ずかしいですからね。いやー、ちょっと後で充電してね、時間あるんで停電しようと思いますね。ね、堤防動画にしようと思ったら堤防もできないと。じゃあどうしようかな。あ、そうそう、僕ハースストーンっていうアプリをねずっと好きでやってたんですけど、ちょっとねパソコンで、いつもスマホでやってるんですけど、パソコンでやろうと思ってパソコンでね、ログインしようと思ったらね、パスワードが分かんなくて、アカウントが分かんなくなっちゃって、でなんか知らないけどスマホでも
ログアウトしてしまったんですよ私。そしたらやっぱスマホでも入れなくて、で問い合わせしてるんですけどね、なかなかちょっとうまくいかなくて、もう全くやってないんですね。悲しいですね。6万くらい課金したのにっていうところですね。またね、うまく問い合わせができたら復活するしたいなと思ってるんですけど、代わりにね、ちょっと冷めてた将棋をですね、もう一回ちょっとやろうかなと思ってまたやり始めてるんですけどね、久々にやったら自分の弱さに驚愕しましたね。どうやってもね勝てないまあ下手なんですね。だからぜひとも将棋友達が欲しいんですけどね、ぜひね一緒に将棋上手になりましょうっていうね、まあ、将棋王子1級初段くらいの方がいたらね、ぜひぜひお友達になってくださいね。はい、まあこんなところですかね、報告できるのはね。はい、じゃあ長く喋ってもあれなんでこれくらいにします。早くエグスプロージョン帰ってこないかな、暇ですね。うん、じゃあ今日もお仕事頑張ってきます。じゃあまた、バイバイ。